皆さん、おはようございます。本日は神奈川県盲友情協会相模ブロックセンター対抗選手権にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また発表場を借りてこの大会にご協賛いただきました関係各位の皆様に厚く御礼申し上げます。相模ブロックではこの冬に開催します選手権大会と昨年よりダブルストーナメントを開催しております。今年度は8月26日28日に、同じ会場センターでありますつまたホールさんで大会本大会を開催 してまいります。また皆様もご存知のようにトリオとしてサーキットリーグを開催しプレイヤーの皆様と共にボーリングを発展し盛り上げていきたいとブロック全体で考えておりますので、これからも皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。また本日会場センターとなりました伊勢原ボールのスタッフの皆様、最後までどうぞよろしくお願いいたします。で、本日は皆様寒い中ではございますが、最後まで楽しく投球することを各センター支配人マネージャー一同願っておりますので、頑張ってください。簡単ではございますが、これで開会宣言の挨拶とさせていただきます。Thank you.
Thank you.
の優勝は、ホームセンターの伊勢から、ボーリングセンターの皆様おめでとうございます。また個人戦の1位にもあのホームセンターということで、いい大会になったかなと思います。まあ、次の会場になるセンター皆様も頑張っていただきたいというふうに思います。会場センターの伊勢原ボーリングセンターのスタッフの皆さんも朝早くから、お付き合いをいただきましてどうもありがとうございました。また来年のこの時期皆様とお会いしたいと思います。本日遅くまでありがとうございました。